一行はしばらく、様々な街を回った。けれど、アリスたちがギルドに入れるような街は、どこにもなかった。どこに行っても、アリスとスノーは、人間たちから剣王の眼差しで見られる。やがてシズが言った。すまないが、そろそろお別れだ。 彼女は体内に炎の精霊を飼っている。最近はそれを抑えることが難しくなっていて、いつ暴走するかもわからない。一緒にいれば必ず二人を危険にさらす。だからもう一緒にはいられない。きっぱりとした言葉にアリスたちは悟る。 地図を引き止めることはできないのだと。そこへ人形たちが現れた。

元の世界に戻れるのならよかった。それじゃ、ここで本当にお別れだね。シズ、最後にいいだろうか。あなたの本当の名を教えてほしい。怯える人間が言いかけたシズの本名。二人は別れ際にそれを聞きたがった。シズへ、 伊沢。いざはこの名前を自分から人に言うことはほとんどないけれど、友達になった二人は特別だと、シズは微笑んだ。私たち三人の旅がそうだったように、いつか魔物と人間が、本当の意味で平等に暮らせる場所ができたらいいね。 シズの願いに強く頷いた瞬間、アリスたちの意識は闇に沈んだ。 ライブラリー。自分たちが存在すべき世界に帰ってきたと、アリスとスノーは胸をなでおろす。そして再び、ナイトメアを借り、命を集める日々が始まった。この世界でも毎日、誰かが誰かを差別している。 異性者が差別の大義名分を口にすれば、右に習いで従ううぞうむぞうの国民たち。元の世界と転生先の世界で、一体何が異なるというのだろう。人にも魔物にも、それぞれの正義、それぞれの心があると私は知っている。 見た目が違うだけで一方的に殺されるいわれはないはずだアリス何 私はシズのことが忘れられないせっかくライブラリに戻ってきたのに私はおかしいのだろうかそんなことはない私も同じ気持ち 蹴散らすぞあの優しい人に。 もう一度会いたい。その気持ちを胸に、アリスとスノーは、再び異世界に足を踏み入れた。魔物ボディのためか、第二の故郷に帰ってきたような、懐かしい気分だ。彼女は今、どこを旅しているのだろう シ図の居場所を探して彷徨ううちに、二人は森の中にある国家にたどり着いた。国の名は、ジュラテンペスト連邦国。そこは、魔物と人間が共存する国家だった。罵倒や暴力が飛び交わず、魔物も人間も、笑顔で会話し、 暮らしている国だ。種族の垣根を越えた平等。建前ではなく、真の共存を果たす住人たち。そのあり方に、二人は大いに驚いた。 別れ際に静が言っていた願いが、まさか実現しているなんて。彼女にこのことを早く教えてあげたい。そんな衝動に突き動かされる二人の前に、シズによく似た顔をした人物が現れた。あなたは、静か思わず声をかけたスノーに、 少女のようなその人物は、ゆっくり瞬きをした。いや、俺はリムルだ。お前たちはなんでシズさんのことを知ってるんだシズによく似た人物。リムルは、興味深そうに二人に問いかける。私たちはシズの友達で、彼女を探している。 あなたこそ、シズを知っているのかスノーの言葉に、リムルは納得したように頷くと、少しだけ悔しさを滲ませた声で二人に伝えた。シズさんは、亡くなったよ。 リムルの言葉に、二人は息を飲む。その時だった。テンペストに化け物が流れ込んできた。 あれは、ナイトメアライブラリから私たちを追ってきたのかあいつら何者だ魔物なのか違う魔物ではないあれは私たちが持ち込んでしまったこの国には必要のない余計なもの 虫みたいにすりつぶしてやる 全力で、倒す行き場のない悲しみをぶつけるように。 ナイトメアを散らしたアリスとスノー。リムルは礼を言い、シズに会いたいのなら高台に行くようにと教えてくれた。このモニュメントは、シズの慰霊碑だろうな。高台に積み上げられた石の前で、アリスたちはそっと手を合わせる。 あなたの善良さを、私たちは忘れない。シズが友人となってくれたことで、魔物であることも悪くないと思えるようになったのだと、つぶやく。おかげで魔物として生きる決意ができた。二人は彼女との思い出を胸に、自慢の魔物ボディで、 ライブラリへと帰った。